でやってんの。やってないよ。ただもらってきた時にほら差し取りたやつがなってるってこと、うん、この色もいいじゃん、確かさ、うん、これなくなっちゃった。あ、うちは咲いてる ね, ね、結構いろいろ咲いてるよね、うん、これなんて花だっかな、うん、それ、うん、なんでしょう、なんて花だっか、じゃあこれ高いさ、これだよ、この赤い花、違う、田代さんの、あれ、違う、こっち、私のこれ、この花、わかんないね、つぼみの頃、何さかな、あらはね、もう、咲なぎだね、それは希望か、このね、あれさ、大きいね、あの花、このバラもね、欲しいです。今日は大田原市フォア赤いバラクレマチスガーデンでの演奏です。ヤマユリソウの前で断り行ったけど誰もいなかった、はい、バラがとても素敵に咲いてます。うん、お姉さんね、いろいろバラ見て歩いて分かるっていくと分かるでしょうけど、みんな庭植えにしちゃって、うん、手入れが行き届かない、うん、肥料分がね、うん、その点こういうの鉢にしてあると、うん、ね、この方がいいね、この方が管理が発生してるから、ね、うん、花は、うん、バラ園の花見るよりはここの花の方が、うんうん、ちょっと綺麗、ワンランク上です。うん、あのやっぱり手入れできないからそうだね、うん、庭に植えちゃってね、うん、地植えだとなかなか大変だよね。とても綺麗なバラが咲いてます。大田原市大和のクレマチスガーデン、最近はバラもとても多く咲いてます。黒羽中学校の前って言ってくれるわけです。はい、大田原市黒羽中学校の前にあります。東日本の中でも有数なクレマチスの種類があるクレマチスガーデン、最近はバラも数多く咲いています。今日はここで演奏会をやらせていただきます。We have
来月のクレマチスガーデンは6月の16日木曜日で、またここでやらせていただきますね。譜面台の風対策をしっかりとやるようにしましょう。それから7月は七夕、7月7日の予定です。はい、まあ雨がねちょっと心配ですけどね。雨の場合は、はい、はい、雨の場合は中止になります。はい、じゃあそういうことで、そんなこと言ってる間にお金がいっぱい集まってきました。すごい枚数の今日マジックさんいないんだけど、今日は常盤さんがマジックで、じゃああと続けて、あと12分ほどですので、何かやって、はい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 、ありがとうございました。
ましょう。あ、いいです。はい、じゃあこれから守るわね。降りて泉に囲まれて静かに眠る、ブルブルブルシャトー、あなたが僕を待っている、暗くて寂しいブルブルブルシャトー、きっとあなたは高い香りが苦しくて涙を流すでしょう、夜霧の岩に包まれて静かに眠る、ぐるぐるぐるシャトー、ぐる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 シャトですか、はい、はい、次回またよろしくお願いします。はい、那須お笑いクラブのこれからの予定です。7月7日このクレマチスガーデン木曜日ですね。7月21日那須野ヶ原ハーモニーホールの交流ホール、これも木曜日。8月7日にしました日曜日、ハーモニーホール交流ホール。演奏が9時30分から11時30分まで、12時には撤収します。はい、それでは、今日はこのバラの花とクレマチスの花が咲いているクレマチスガーデンからです。待ってまーす。はい、待ってまーす。待ってまーす。見に来てね。来てね。来てね。